えいちゃむヤングのおしゃべり7月8日広島14回戦5対3で負けでした。おい、うん、だね、負けましたね。昨日とね、うん、昨日の試合ともすごい似たような流れ。本当ですよね。昨日はね、うん、耐えきれんかったというか、うん、やっぱりね、もともと超の苦手だから。そうなんですよね。うん、巨人時代からっていうね。もうだからもう、亀井超のはもう代理できたら嫌なのよ。うん、うんうんうん。そう、ほんとそう。亀井と超のは嫌なの。うん。もうだからね、もう今日はね、あそこでね、もうね、もうイエスキーは攻めれない。もう、超のっていう名前がダメだ。うん、名前のアレルギーがありますからね。だからさ、うん、やっぱ言ったらあの人で夏長野って言われ、夏長野って言われた。まだまだまだ梅雨ですよと思いながら、そう、まだ夏になってないよと思ったけど、やっぱ我慢してくれなかったな。うん、うん、という試合では、はい、ベイポジオ。ベイポジオ。今ねこのね夏長野からのこの流れです。そして使い回しですねこれね。もう夏長野食わっちゃうんで。まあ、クワの場合はちょっと早めから夏男が始まってるけど、そうそうそう、梅雨前からだから、そう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 、だからもうね、もうそうですね、7月8月の方が今徐々に徐々にこう来てる中でのクワ、もうクワめちゃくちゃ、うん、と打撃がもう今めちゃくちゃ調子いい。今日でだからもうチームトップの10回目の猛打賞だからね、うん、そう、うん、でもなんだあれ、打率、打率、打率、あれなんだとか、打率、あれなんだっけ、めちゃくちゃ、今何位、何位だ、ちょっと、3位だよ、3位だよね、そうだよね、素晴らしいじゃないですか、こんなこと。だから、これからは全盛期と言われる7月後半、そして8月が始まるわけですよ。うんうんうん、うん。これじゃあもう、クワはもう、多分、本当にスーパー筒香君みたいな感じで、スーパークワハラ君になる可能性は本当にある。あるんですよ。とかもうそれを見てるだけでちょっとワクワクしてしまい、まあ、今日はねホームランっていうね、うん、打席3安打の打点っていう、そこから3安打数字的にもね、そうそうそう、数字的にもすごく素晴らしいんですけど、点には繋がらなかったけど、この3安打してるっていうことがまず超素晴らしいじゃんっていう、うん、だから結果ね、このマツダスタジアムの3試合って全部ホームランでしか点取れなかったから、うんうん、ホームラン大好きだけど、うん、逆に偏りすぎてきたから、うん、次の名古屋ドームのことを、バンテリね、バンテリのことを考えると、うんうん、ちょっとドキドキするわ。そうね、ここでホームラン打線に行きすぎると、うん、次、バンテリンだから。そうだよね、広いからな。クワのヒットとかこういうのが、うん、得点圏にランナーがいて、回ってくるような、打順の巡りにしていけると、今日やっぱ、うんうん、巡りがうまくいかなかったな。そうね、噛み合わなかったですね、これね。だから、ツーアウトからランナー出たりとか。本当だよね、みんな打ってるは打ってるもんね。作れなかったかなっていうのを、うんうん。で、私。おい。私のベイポジはこちら。シャッケル4。うん。一軍復帰後ですね、もう7試合連続でね、無失点だ。うん。めちゃくちゃ素晴らしい成績です。いや、本当に、うん。で、今日に至っては、うん、1回投げて、ピシャリで抑えた後、次の回も回またぎして、菊池のとこまで行ったの。うん。うん。うん。回またぎして、右バッターまで抑えてね。で、ここは多分ね、そこから左には、砂田って、こういう風な順番を作ったと思うの。もう、個人的には、多分2イニングも行けただろうなっていうのも思えるし、ね、そのぐらい今、いろんな使い勝手の中やってくれてる感じ。うん、うん。みたいな2イニング行くぞじゃなく菊池までねとか、こういうのも行けるし、そういうなんかいろんな形が2イニング行く時もあればみたいな、いろんな形でちゃんと無失点に抑えてくれてるから、非常にこのやっぱ9連戦っていう中で中継ぎ陣をどれだけ温存できるかっていう大事な中で、まあ、しっかりやってくれてる一人だなって。確かに素晴らしいですね、うん、それはね。今日だから言ったらさ、やっぱりもう長野っていう、もう名前がもう僕らのアレルギーだったってだけで、うんうんうん、次はもう今日3連投だし、うん、で3連投だし、今この何日間で試合がない日は移動日とか中止とかじゃない、うんうん、普通に試合があるくらい6回連続投げてる。もう
使いすぎよ。いや、でもめちゃめちゃ、だってもうさ、4月21日まで、4月21日に、要は、一軍に出てきて、登板を始めて、もう35回今日で投げた。これが今ね、チームで2番目だから、いや、相当投げてるよ。いくら投げるの好きだっつっても、いや、ほんとね、これでも、だから、昨日も言ったけど、もう250回登板もすぐだし、もう300回登板もすぐだと。もう大レジェンドリリーフピッチャーになるよ。すごい。これをまだ5年でやってるってすごい。いや、そうだけどね。そうだけど。そんな、投げるの好きだからって、ちゃんと休ませてほしいですね。そうそう、うん、思います。だからもう今日はね、もう、うん、なんだろうな、もう、うん、やっぱり、なんか今日試合には関係ないけど、うんうん、やっぱり亀井長野は嫌だっていうのだけが、うん、嫌だよ。亀井さんには申し訳ないけど、やっぱこの二人はもうずっとやっぱり嫌だ。嫌だ。嫌だよ。もうそれで全てが、これで全てが終わりました。そうですね。そして、はい、明日からのバンテリーもう一人嫌な福留さんがおるから、これも嫌だ。そうなのも嫌だ。先に言っときます。福留さんも嫌だ。もうほんと出てきたら私もうテレビ消すから一回、一回消して終わったかなって思うときにまたつけるっていう、ほんとそれだからね。だからもう出てくると嫌な選手に打たれたっていうもうそういう思い出の日です。はい、ありがとうございました。はい、もう満足しましたね。はい、じゃあ今日も皆様どうもお付き合いありがとうございました。そしてチャンネル登録もよろしくね。それでは、明日からはバンテリンドームで4位、はい、うん、中日と 1.5 ゲーム差。うん、そう。B クラスの天王山、 B クラスの1位を目指して、さあ有吉くんだからね、明日有吉くん頼んだよ、 B クラスの1位を目指そう。